格闘技の話題。格闘技の話題へようこそ。12月29日に埼玉スーパーアリーナで行われるベラトールジャパン、現時点での決定対戦カードを紹介します。ライジン提供試合、ライジン MMA ルール、5分3ラウンド、落ち春を VS ジャレット・ブルックス。ライジン提供試合、ライジン女子 MMA ルール、5分3ラウンド、アンディ・ミン VS アイ。ライジン提供試合、ライジン MMA ルール、5分3ラウンド、住村隆一郎 VS ジョン・タック。ライジン提供試合、ライジン MMA ルール、5分3ラウンド、ヤッチ・ユウスケ VS 上迫博人。ライジン・ベラトール対抗戦、ユニファイドルール、5分3ラウンド、イララ・ジョア・ニ VS 渡辺かな。格闘技の話題。ライジン・ベラトール対抗戦、ユニファイドルール、5分3ラウンド、ゴイチ・ヤマウチ VS ダロン・クルックシャンク。ライジン・ベラトール対抗戦、ユニファイドルール、5分3ラウンド、ロレンズ・ラーキン VS 中村慶太郎。ユニファイドルール、5分3ラウンド、マイケル・チャンドラー VS ベンソン・ヘンダーソン。ユニファイドルール、5分3ラウンド、エメリア・エンコ・ヒョードル VS クイントン・ランページ・ジャクソン。格闘技の話題。まだ追加対戦カードもありそうなので楽しみですね。私が注目する試合はズバリ、ヤッチ・ユウスケ VS 上迫博人。ローシャートがない状況でどちらが勝ち、どちらが生き残るのか、生き残りをかけた対戦に興味があります。ご視聴ありがとうございました。格闘技の話題いかがでしたか？格闘技の話題見つかりましたか？これからも更新頑張りますので、チャンネル登録とご視聴お願いします。それではバイバイ。